クラブアトレティコプラテンセは、アルゼンチンブエノスアイレス州、パルティードで、ビセンテロペスのフロリダ地区を本拠地とする、サッカークラブである。1905年創設。ある日、レコレタ地区の友人グループが競馬をして、ガイシモンズという名前の馬にかけた。この馬の種馬の名前は、エルプラテンスという名前であった。そして、この馬が、見事、レースに勝った。 このグループはこれによりお金を得て、それでサッカーをするために必要なユニフォーム、ボール、空気入れなどもろもろを購入した。それでチーム名をこの馬の種馬の名前、プラテンセにすることにした。最初のユニフォームは赤色で、長袖の部分は黒色というデザインであったが、後にこの馬に乗っていた騎手が着ていたユニフォームと同じ白色と茶色のデザインに変更することにした。 プラテンセの愛称はカラマレイスである。これは1908年に記者のパラシオシノによって名付けられた。ある日チームが大雨が降る中で試合をしていて、グラウンドはひどくぬかるんでいた。試合が終わった時にはみな全身泥まみれになっていた。この試合を見ていたシノは、プレイしている選手たちの様子を、選手たちは料理するとき、フライパンの上でイカスミにまみれて動いてるイカみたいに、 なっていたと表現した。これが的をいた表現だと面白がられ、そこからチームの相性がいかになった。プラテンセの最大のライバルは CA ティグレである。この対戦はクラシコデラソナノルテと呼ばれている。なし。ありがとうございます。